Thank you for joining us here today. We'll be taking some questions now. Thank you for joining us here today, guys. That's all we have time for.今日は注目が集まるカードをお届けします。試合開始まであとわずかです。期待が膨らみますね。ポルトガル北部に位置するポルトはキックオフの時間が迫ってきました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。ラウンド16のファーストレグとなるこの一戦、ポルトがアヤックスと戦います。準々決勝進出の切符をかけた勝負ですから、盛り上がらないはずがありません。まずはこのファーストレグからじっくりと見ていきましょう。この試合はUEFAチャンピオンズリーグラウンド16のファーストレグ、現在は前半です。ノックアウトラウンドに入って、この先はさらに厳しい戦いですね。ピッチ全体でプレスをかけて相手にボールをコントロールさせないチームですね。ラインナップを見てどうでしょうか。今日もいつも通りプレス主体のサッカーで行くはずです。タイトな守備をされると、相手は体力的にも精神的にも負担がかかりますからね。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。
面白い試合になりそうですね。ええ、これは目が離せませんね。UEFAチャンピオンズリーグラウンド16ファーストレグ前半が始まりました。ここからはまた一つ高いレベルの戦いが始まります。このファーストレグ見事なスルーパス、いい位置です。どうする、試合開始から間もなく早速最初のゴールが決まりました。序盤から仕掛けてきましたね。このまま勢いに乗って畳みかけたいのではないでしょうか。スルッと抜け出して最後まで行っちゃいましたね。ディフェンス側はファールしてでも止めておきたい場面でした。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。センターサークルから試合が再開されます。アヤックスリードを守れますでしょうか。サイドのスペースが広く空いています。クロスを出せるか、狙える位置です。セルギオ・オリベイラ、守備への切り替えが早い。ここで止めます。カウンターアタックに入るか。ニコラス・タグリアフィコ、タディッチ、セイクがいいボールが出ました。ゴールです。ゴールゴール、最後はキーパーとの1対1ですね。この角度からも見ましょう。ムサ・マレガ、ここはペペのテリトリー。ヘススコロナ、相手ボールになりました。マルカノ、ムサ・マレガ、ボールは相手に渡りました。ポラロフ、ゴールに迫ります。ポルト、相手ボールになります。ドゥシャン・タディッチ、ダレイ・ブリント、マルティネス、ノゼア・マズラビ、一旦下がってボールを受けます。ブリント、ダビド・ネレス、チャンスを伺っています。ボールを奪われました。ここからどうするのか、何を狙うのか、チャンスにできるか、何をしてくるのか。素晴らしいパス、ゴールゴールゴール。先進の旗が上がっています。今のゴールはカウントされません。どうですか福西さん。確かに飛び出しが早かったですね。これはよく見ていましたよ。ボールは相手に渡ります。ドニー・ファンデベーク、ノゼア・マズラビ、マルティネス、プロネス、ペペが寄せていった。うまく読んだインターセプト。ファンデベーク、
ハキム・チェーク、いいカットです。ボールを奪いました。前に出しましたが気を抜けません。ダビド・ネレス、マリン、ドゥシャン・タディッチ、いい位置です。ノゼア・マズラビー、ここで止められました。惜しかったですね。相手ボールになりました。ネレス、これは見事なインターセプト。さあどう来るのか。あとはキーパーだけという状況でしたが、スーパーセーブでゴールを守りました。1対1を止められるとは思いませんでした。最高のファインセーブです。中に入れた。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。ネレス、ここはドリブルで前に出ます。カシージャス、ドゥシャン・タディッチ、うまく読んでいましたね。ボールは相手に渡りました。仕掛けてくるのか。タディ、ここはよくスペースが見えていました。ハキム・ツィエク、セーブ。素晴らしい反応速度でしたね。ボールをよく見ていましたよ。コーナーからエリア内へ。中に選手はいましたがチャンスにはなりません。フィニッシュまで持っていくことができません。見事な視野です。さあどうする。あっとこぼれた。ダニーロ・ペレイラ、何を狙うのか。狙える位置です。いい流れで来てますから、この機を逃さないようにしないといけません。グリント、クインシー・プロメス、ダレイ・グリント、いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。ニコラス・タグリアフィコ、レフリーの笛が鳴って前半終了。ウェファーチャンピオンズリーグラウンド16ファーストレグ、後半がスタートしました。優位に立ってセカンドレグを迎えるためにもこの45分が肝心です。ドニー・ファンデベーク、ブリント、ボールを回しますがなかなか崩れません。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。ボールを奪われました。コロナ、エススコロナ、ダニーロ・ペレイラ、何、いいところを見ていました。決まった。ゴール。2点差は危ないと言いますが、まさにこういうことですよね。しかし素晴らしい反撃です。流れは完全に逆転弾へと傾いています。流れに乗り切るか、流れを読めない男が逆流を開始するのか、試合のボルテージは最高潮を迎えています。タディッチ、ボールを素早く戻します。ダニーロ・ペレイラ、コロナ、ここはパスミスになりました。ボールを失います。ハキム・ツィエク、これはここから狙うのか、何をしてくるのか。タディッチ、ゴールが決まり、これで試合をリードしています。
ずっと試合を支配していましたから、得点は時間の問題でしたね。落ち着いてゴールした隅に決めました。ギリギリのコースを狙ってきましたね。難しいプレーですよ、これは。この角度からも見ましょう。センターサークルから試合が再開されます。アヤックスリードを守れますでしょうか。セルジオ・オリベイラ、コルナ、ボールを前に運んでいく。このパスは読んでいました。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります今日のゲーム。ドニー・ファンデベーク、見事なスルーパス。ハキム・ツィエク、ボールをクリアしました。この交代で流れを引き寄せることができるでしょうか。ボールを入れた。このクリアは小さい。さあ2人で止めに行った。サイドから中を狙う。チャンスにできるか。狙える位置です。ここはよくスペースが見えていました。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。今日はこれで2ゴール目、ハットトリックもあるんじゃないですか。別のアングルからご覧ください。Goal for the visitors. Number 9, Dusan Tadic. Jesus Corona. Jesus Corona. Cross を上げたい。いいパスだ。このボールはゴールキーパーが止めました。ボールは相手に渡ります。仕掛けてくるのか。ここはドリブルで前に出ます。クロスがディフェンダーに当たりました。ハキム・ツィエク、マルティネス、ドゥシャン・タディッチ、ロゼア・マズラビ、またパスが通りました。今日裏へ通った。守りきれるか。最後は1対1でしたが決められません。ゴールに意識が行き過ぎていたんでしょうか。相手の反応を見てから対応するぐらいの余裕が欲しいですよね。ニコラス・タグリアフィコ、マルティネス、ドゥシャン・タディッチ、ロゼア・マズラビ、これは見事なインターセプト。ダニーロ・ペレイラ、アンドレ・オナナ、ダビド・ネレス、デヨング、ドニー・ファンデベーク、おっと裏へ出した。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ドニー・ファンデベーク、ハキム・ツィエク、タッチを割ります。ポルトのスローインです。ヘススコロナ、アレクサンダル・コラロフ、コロナ、ダニーロ・ペレイラ、また取られてしまいました。ここでカット。フォーフィシャル indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. ダビド・ネレス、
相手ボールになりました。中央へのボールはクリアされました。ここで終了のホイッスル。見事。試合開始を前にしたポルトの街にはサポーターの歓声が響き渡っています。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。お送りするのはラウンド16のファーストレグ、ポルトがアヤックスと戦います。どちらもゴールは見えるか。ゴールを狙う。惜しい。わずかに枠をそれました。ノゼア・マズラウィ、ニコラス・タグリアフィコ、ベレス、ブリント。ここで勢いが止まってしまいました。ノゼア・マズラウィ、クインシー・プロメス、ツエク。さあどうする。カウンターのチャンス、仕留められるか。福西さん、前線のタレントを豊富に擁する両チームですが、今日はどんなゲームになると思いますか。どちらのチームにも素晴らしい選手がいますよね。この試合を解説するのは楽しみでした。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ダニーロ・ペレイラ、マルカノ、相手に渡したかのようなパス。これはいけません。ドゥシャン・タディッチ、ファンデベーク、パスをカット。いい読みでした。キーパーに預けます。ボールは相手に渡ります。素晴らしいスルーパス。スルーパスが通るかと思いましたが、キーパーが素早く前に出ました。このパスは読んでいました。ドニー・ファンデベーク、ムサ・マレガ、ヘススコロナ。いいカットです。ボールを奪いました。ハキム・ツェーク、ドゥシャン・タディッチ、ブリント。下がってボールをもらいます。ニコラス・タグリアフィコ、マルティネス、ノゼア・マズラビ、クインシー・プロメス。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。プロメス、1点リードにできるか。ここはしっかり決めてきました。リードしたとはいえ1点差です。試合を優位に進めるために、この後も守りに回らないようにしたいですね。かなり長い距離を走って一人で持ち込みました。フィニッシュまでこの選手の独壇場でしたね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。さあキックオフ。試合はアヤックスがリードしています。相手ボールになります。この試合はウェファーチャンピオンズリーグラウンド16のファーストレグ、現在は前半です。ノックアウトラウンドに入って、この先はさらに厳しい戦いですね。ここでヒール。タディッチ、しっかりとパスをつなぎました。ベレス、相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。パスしたボールはタッチを割ってスローインです。ニコラス・タグリアフィコ、ドゥシャン・タディッチ、マルティネス、
ドニー・ファンデベーク、ロゼア・マズラビー、得意の形に持ち込みつつありますアヤックス。マルティネス、ファンデベーク、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。素晴らしいパス、タディッチ、決定的に見えた場面はオフサイド。クインシー・プロメス、さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。ファンデベーク、これは見事に奪いました。そのまま前に進みたい、ゼルイス、セルギオ・オリベイラ、同点に追いつけるか、止める、止めます。難しい角度でしたが悪くないシュートです。入る可能性は低かったと思いますが、相手に意識させるのは悪くないかもしれません。ロゼア・マズラビ、ダレイ・ブリント、リードしている余裕でしょうか。焦らずに素早くパスを回しています。前線の選手が下がって、スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。ウェファーチャンピオンズリーグラウンド16、ファーストレグの後半が始まりました。リードしてセカンドレグを迎えるためにもここからが勝負です。ドニー・ファンデベーク、ニコラス・タグリアフィコ、ロゼア・マズラビー、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。ここから狙うのか、ファンデベーク、狙える位置です。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト、何を狙うのか、ファンデベーク、タディッチ、何かしてきそうですが、プロメス、ファンデベーク、タディッチ、ファンデベーク、入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。あの距離からはきっちりと決めてきますね。はい、近すぎても意外と難しいものですが、落ち着いていましたね。別のアングルからご覧ください。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。ダニーロ・ペレイラ、マルカノ、コロナ、ニコラス・タグリアフィコ、ロゼア・マズラビ、軽やかに動きます。調子が良さそうですね。ドゥシャン・タディッチ、仕掛けてくるのか、ダビド・ネレス、ゴールチャンス、クロスで足元を狙う、前方に運びました。選手の交代です。得点を取りに来たということでしょうか。エリア内へ向かうか、クリアして危機を出しました。ここからどうするのか、ダビド・ネレス、いい位置です。プロメス、ネレス、ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。ムサ・マレガ、スルーパスが味方に通る、チャンスにできるか、うまく読んでいましたね。ヘススコロナ、さあどう来るのか、最後は1対1となりましたが、
キーパーがスーパーセーブを見せました。よく反応しましたね。蹴った方もあれを止められるとは思わなかったでしょう。コーナーから中へ、止める、止めます。ダビド・ネレス、ハキム・チェーク、プロメス、チャンス来た。攻撃を断ち切れていない。決まった、アヤックスのゴールです。これはプレゼントゴールでしたね。空いたゴールに流し込むだけでした。しっかり決めましたね。この角度からも見ましょう。この展開は予想できませんでした。見事なスルーパス、敵陣へボールを運ぶ。キーパーがボールを弾いた。ポルトのスローインで再開です。キーパーのファインセーブです。これはいい反応を見せました。ペペ、狙える位置です。何かしてきそうですが、このボールは決定的。このボールはゴールキーパーが止めました。ハキム・チェーク、ドニー・ファンデベーク、ボールは現在 FC ポルト。ノゼア・マズラビ、ダビド・ネレス、絶妙なパス。ここから狙うのか、何を狙うのか。ファンデベーク、プロメス、さあどうする、何をしてくるのか、仕掛けてくるのか。ここはシュートチャンス。これは見事なタックル。ボールをクリアしました。このパスは読んでいました。ドゥシャン・タディッチ、今日はパスがつながります。サッカーの基本ですね。みんなでしっかりつないでいます。ハキムチェ、しっかり見えています。ゴールが決まった。サポーターからはまだ足らないコールが湧き上がっています。3点目のゴールです。今日は何点取るんでしょうか。今日は外す気がしないですね。相手の守備を圧倒しています。味方もどんどんパスを出してくると思いますよ。さらに点差を広げたことで監督の表情にも明るさが見えてきましたね。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。ヘススコロナ、ボールは相手に渡ります。いい位置です。プロメス、強くシュートを狙う、決まった、ゴール。最後まで容赦しませんね。これが力の差でしょうか。この得点差を考えると選手も流し始めるのかと思いましたが、貪欲にゴールを狙っていますね。プロらしい姿勢だと思います。相手の集中も切れているでしょうから、チャンスは大きいと見ているでしょう。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。
ヘススコロナ、ダニーロペレイラ、ムサマレガ、ダビド・ネレス、ノゼア・マズラビー。試合終了。ファーストレグを制したのはアウェーチームです。やりましたね。これでかなりのアドバンテージを築いてセカンドレグに臨めます。相当なことがない限りこの点差をひっくり返されないとは思いますが、油断にだけは気をつけておいた方がいいでしょう。ゴールは見えるか。ゴールを狙う。惜しい。わずかに枠をそれました。プロベス1点リードにできるか。ここはしっかり決めてきました。リードしたとはいえ1点差です。試合を優位に進めるためにこのセルジオ・オリベイラ、同点に追いつけるか。止める。止めます。難しい角度でしたが悪くないシュートです。入る可能性は低かったと思いますが。プロベス、ファンデベーク、タディッチ、ファンデベーク、入りました。試合はまだ中盤ですがさらに点差が開いてしまいました。これでヘススコロナ、さあどう来るのか。最後は1対1となりましたがキーパーがスーパーセーブを見せました。よく反応しましたね。プロベス、チャンス来た。攻撃を断ち切れていない。決まった。アヤックスのゴールです。ハキム・ツィエフ、しっかり見えています。ゴールが決まった。サポーターからはまだ足らないコールが湧き上がっています。プロメス、ツィエフ、シュートを狙う。決まった。ゴール。